ということで始まりました金曜3時のマイジェネ、キャスターの総達です。よろしくお願いします。この番組では毎週金曜午後3時からお送りしているトークバラエティ番組です。この番組は毎週夢や希望や目標を持って活動している若者の方をゲストにお呼びして、将来の夢や現在の活動についてお話を伺っております。ということで第6回目かな、6回目が始まりました。俺のこの骨折日記もとうとう終わりを迎えました。ここの傷跡ちょっと見えるかな、完全に傷がつながって、第5回ぐらい、第2回目か2回目からまたがる俺の骨折ストーリーもやっと終わりを迎えました。多分誰も見てる人いないと思うんですけど、長々とありがとうございました。これにて完結です。はい、話変わるんですけど、筑波大学はもう授業が始まっておりまして、もう今授業が2回目かな、2回目ぐらいの授業になって、履修登録期間なんですけど、早速一つの授業を僕は切りました。なんでかっていうと、小テストが出せなかったからです。ちょっとね GPA がやばいってことで、これから巻き返してはいこうと思うんですけど、将来の研究室選びとかに関わりかねないっていうことで、僕は英断をしました。授業を切るという、はい、ちょっとまあどうでもいい話は置いといて、今回のゲストの話に移りたいと思います。今回のゲストはですね、かなりまた新しいジャンルの方がいらっしゃいました。いらっしゃいましたかな、日本語下手くそだな俺で、多分また今まで初めて俺の放送が始まってから初めて女性の方がゲストに来てくださりました。今まで男続きだったんですけど、ちょっと空気が変わります。おめでとうございます。はい、ってことで、まあ茶番を置いといて、本日のゲストをお呼びしたいと思います。では本日のゲスト、大学生イラストレーターの熊代さんです。どうぞ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、名前は熊代。はい、熊代なんですね。熊代と言います。芸名ですね。可愛いですね。ありがとうございます。はい、ということで、はい、熊代さん自己紹介で軽くお願いします。はい、筑波大学の芸術専門学群で活動してます熊代です。お願いします。よろしくお願いします、うん、今現在がしている活動は何でしょう。活動は主にインスタグラムとツイッターと他 SNS おのおので、イラストを描く活動をしてまして、時々個人で依頼などを受けたりしてますね。じゃあ本当にお仕事受けてる感じですかね。あ、そんな感じです。プロの方だそのイラスト描いてるって言ってたんですけど、はい、どんなイラスト描いてるんですか。あ、私はディズニーだったりカートゥーンがすごく大好きなので、そっち方面のなんだろう絵柄に寄せて普段描いたりしてますね。うんうんうん、あ、アメコミ系ですね。そうです、アメコミ系です。なるほど、わかりますよ、はい、バットマンとかスーパーマンね、はい、そこら辺の絵ですね。はい、多分でも視聴者の方あんまりパッと来ない人もいると思うんで、うんうん、実際今日熊代さんにイラストを描いたイラストを持ってきてもらいました、はい、ではその写真の方を今準備します。ではお願いします。お、本当にアメコミだ。そうなんです、色がもうはっきりしますはっきりした色とコントラストがすごく大好きなので、うん、確かにそちらを意識して描いてますね。本当だ、なんかアヌビス、なんか犬の、あ、そうです、エジプト系ですかね。神話系でここは描かせてもらって、テーマはこれは獣使いと。獣使い、はい、書かせてもらってます。面白、はい、は次の絵お願いします。あら、イケメンだこちらは鳥使い、まあ、鳥使いってことで、まあ、鳥が描きたかったっていうのがでかいんですけど。あ、なるほど、はい、本当にこれも色が明るいですね。そうですね、これは青がテーマで、青がテーマ、確かに、そう、空っぽい青ですね。本当だ、めっちゃ透き通ってるですね、わやかっすね。では次のイラストお願いします。こちらは
魚使いがテーマで、魚使い、いや、なんかそのなんとか使いテーマで3種類書こうってちょっとシリーズものっぽくしたくて、1個目がさっきの獣、うん、で鳥で魚で書かせてもらった感じ。その3つ選んだのはどういう理由なんですか？なんかこういつもイラストを描くときに、なんだろう、モチーフだったりが人になりがちだったので、なんかあえて違うものと一緒に描くことで、なるほど、そう、にぎやかな絵を描いてみたいなって思ったところがでかいです。なるほど、確かになんか結構新鮮な絵ですよ。そうですね、なんか人がメインじゃなくてやっぱ動物をメインに、うん、そんな感じです。じゃあ次のイラストお願いします。一気に変わりました。そうなんです。なんか友達と一緒に個展です、大学のちょっとしたブースで展示をした時に、なんか可愛いっていうのがテーマで書かせていただいた時に、うん、可愛いっていうのを全押しで書こうって思って。間違いない。はい。もうザ可愛いですね。そうですね。ザ可愛いのイラストです、ね。ちょっとプリキュアっぽい感じも出しつつです。なんかボカロとかにありそう。ありそうです。ありそうですよ。はい。こういう絵ね。ピンク、ピンク、ピンク、ピンクとピンクです。いや、次の絵お願いします。お、これはまたなんか、これはなんかこう自分の画力を上げたいなと思った部分が多くて、なんだろう、こうコントラストって題名なんですけど、コントラスト、そうですね、なんかこう対比、はい、黒と青がモチーフと白と黄色がモチーフで、なんです、パキッと分ける絵を挑戦してみたいなと思って描いた一枚です。なんか真ん中にマクって文字あります。あれはもういつもの自分のサインなんですけど。あ、サインなんですね。それなんか右端に置くのも違うなって今回思って、はい、なんかすごい本当にプロの人ですね。もうこれは誰が何と言いようがプロの絵です。ありがとうございます。すごい。じゃあ次のイラストお願いします。はい、これ本当に俺驚いたんですけど、俺最初普通に商業用の絵かと思いました。いや、ありがとうございます。普通なんかアルバムとかの表紙ポンってこれが載ってても全然違和感ないです。嬉しいです。いや、これ実は、うん、その自分が大好きなアニメがあるんですけど、はいはいはい、ミラキュラスっていう、ミラキュラス、はい、ミラキュラスっていうんです、うん、でなんかそのアニメのなんかファンアートコレクションみたいなものを、そのイラストを投稿したものを全部集めた画集みたいなものを作ったんですけど、その時の画集の表紙がこちらになってます。あー、なるほど、はい、すごいクオリティがえぐい。ありがとうございます。じゃあ次のイラストお願いします。あ、これも、そうですね、ミラキュラスのファンアートですね。ミラキュラスっていうのは海外、そうです、そうです、なんか海外の3DCG アニメーションですかね。割とちょっとディズニーに近い感じのこうヒーローとなんかちょっとラブコメだったり、結構いろんな要素の詰まった面白いアニメなのでおすすめです。なるほど、はい、ぜひ皆さん調べてみてください。見てください。はい、では次の画像お願いします。これがですね、僕めっちゃ驚きました。これも驚きました。ありがとうございます。フォロワー 1.7 万人ゲストで最多ですかね。ありがとうございます。インスタフォロワー 1.7 万人。ちなみにツイッターかっこ X の方も合わせると、はい、大体2万人ぐらいいると。そうですね、2万人います。影響力えぐいな。でもこのフォロワーのあれなんですよね、海外の方が多い。多いですね、うん、だいぶ多くて、なんかその見れるんですけど、インスタのアカウントの欄から。あ、そのフォロワーがどこの国籍かみたいな。あ、そうです、そうです。そこで見る感じだとアメリカ、メキシコ、ブラジルみたいな、全部海外で、日本の人が全然いなくて。そうなんですよ。日本よりかは海外の方が影響力ありますね。ありますね。なんかコメント欄とか見ると英語だらけ、英語だらけ、スペイン語とか。すごい、はい、めちゃめちゃすごいな。日本よりかはもう本当に海外向けの絵を発信してるってことですね。そうです、そうです。アメコミですもんね。はい。じゃあそのなんで、きっかけ聞いてもいいですか。なんでそのアメコミ系のジャンルにハマっていったのかっていうか。お、それはですね、本当に昔に遡るんですけど、なんか3歳の時にお母さんに連れてってもらった映画がカーズだったんですよ。あ、カーズ、はい、ディズニー映画のカーズで、初代のやつ。
そうです、初代のやつです。もうその時にあのカーズのツヤツヤボディとあのすごい映画の雰囲気に圧倒されて何度も何度も見たり、それこそその当時ハッピーセットがあったのでカーズのそれとかも全部買ったりして、したらお母さんも、まあ、お母さんだったりお父さんだったり友達だったりも私がディズニー好きだってことでいろんなとこ連れてってくれたり、それこそディズニーにあの映画とかを見せてもらって、それを減っていくうちにだんだんディズニーめちゃくちゃ好きになってって沼ったって感じです。沼るべくして沼りました。沼るべくしてです。もう運命です。ちなみにもうどれくらいの頻度でディズニー行ったりするんですか？今年の夏はもう4回行きました。えぐい4回行きました。4回ディズニー行くんですか？もうどれも楽しませてもらいました。飽きないですか、ディズニーそんな毎回行って？そうですね、いやなんか行く人によって違うんですよ、うん、そのなんだろう、本当に全然ディズニーを知らなくてもう10年ぶりに行ったって人とかだとアトラクションに乗りたいっていうのが多いんですけど、でも本当にまあ昨日気心知れた友達だと食べ物だけ食べに行こうよとか、パレードだけ見ようよとか、そういう楽しみ方、人によってやっぱ話す内容も楽しむ内容も変わってくるので、そこがやっぱりいいとこですね、ディズニーの。あれですね、過去のゲスト、マイジェネの過去のゲストにもいるんですよね、友達がね。いますいます、あのビードロっていう友達がいます。で、うん、その人とこの間もディズニー行ってきたと。行ってきました。つい最近です。何イベントの時？ハロウィンです。ハロウィン。ハロウィン。めっちゃ最近だった。めっちゃ最近です。最近だった。もう2日前ぐらいにあの行こうって決めて、ノリと勢いで来ましたね。なるほど。はい。ビードロ見てる？見てる。あの見てください、ビードロ。見てください。ああ、なるほど。それはビードロとこの間行ってきた。行ってきました。楽しかったです。もう多分最後にディズニー行ったの、高1ぐらい。小1てか多分にディズニーランドとシー1回ずつしか行ったことないな。ぜひ行ってください。ちょっと後でディズニーの魅力について個人的に聞きたいと思います。ぜひ、はい、では話戻ります。はい、アメコミにイラストを描いて、はい、何か、はい、嬉しかったこと、楽しかったこと、アメコミイラスト描いててよかったって思ったこと何かあります？そうですね、そのまあ、イラストを描く過程で自分の絵柄を気に入ってくれて、うん、でそしてあの依頼ご依頼をくれる方とかがいらっしゃるんですけど、あの過去にいた方だとすごく細かい注文をいただいて、で何事だろうと思いながら依頼を渡したら、数日後になんかそれが恋人の方にあげるプレゼントだったらしくて、でそのそうなんです、額縁入り の, あのプリントされたその絵を持って、うん、あのすごく恋人は喜んでくれたんだって言って DM をくださって、すごく嬉しかったです。いや素敵、はい、しかもなんかその言い草だと海外の方。そうです、海外の方で、やっぱアメコミならではやっぱ海外からの人が多いから。そうなんです、そうなんです、アメコミを返したからこそ、アメコミ系返したからこそ、うん、やっぱそうやって世界中になんか関わり合えるし、う、ね、うん、もうあれですね、 DM の会話とかも英語なので、なんかこう英語だったりなんかスペイン語にこう Google 翻訳とか使って大変だ。そうなんです、会話して、うん、いい勉強になりますね。勉強になりますね、なんかスラングとかもいっぱいあって面白いです。いいな、普通に。そうですね、 LOL とか、あ LOL、 そうですね、ラフランとかなんとか、そうそうそうです、あなるほど、いろいろあって面白いですね。確かになんかそうやって恋人のサインを送るんだって、これを自分の作品を送られたらすごい嬉しいです。そうですね、なんかそれ関係で言うと、つい昨日もあの DM でなんか1年前ぐらいに来たご依頼なんですけど、それもあのこのイラストずっと iPad の, あの背景に使ってるんだよって言ってスクショを送ってくださって、1年前から、そうなんです、そのスクショを送られて、1年前からずっとこの iPad の壁紙なんだよ、気に入ってるからって言ってくださって、すごく嬉しかったですね。系じゃないとやっぱそうやって海外の人からあんまり来ませんからね。そうですね、やっぱりこの絵柄だからこそ、うん、あのこの体とそうやって関わり合えた人、そうですね、いるって思います。じゃあなんかちょっと失礼なことかもしれないですけど、逆にアメコミ系返して苦労したこととか大変だったこととかあります？そうですね、なんかその去年にそのアメコミ関連で、その先ほどファンブックの話させていただいたと思うんですけど、そのファンブックを作って販売する会みたいな、こうそのジャンルがそのアニメが好きな人たちの販売会、コミケのようなものがあって、はいはいはい、でそこで
販売するにあたって自分のイラストを使ったファンブック、アクリルキーホルダーだったり、なんかそういうものを自分で発注したんですよ。あ、自分で。そうなんです。だから業者と自分でやったわけだ。そうです、そうです、そうです。なんかその過程でやっぱりその二次創作にあたるので、うん、自分がやってるイラストっていうのは、うんうん、そのやっぱあまりお金を稼いじゃダメなんですよ。はい、レーゾーンなとこありますね。そうですね、うん、なのでそのお金をあまり稼がずに、それでも自分に不利益が起こらないようなそのギリギリのラインを攻めていくにあたって、なんかこう値段の交渉だったりっていうのが発生して、そこのあたりをこう調べたりするのが結構大変だなって思いました。すごいですねでもそういう経験あると将来に結構役に立ちますよね、はい、間違いないです。本当その通りで、なんか本当にそれでお金稼げるようになったってことだったらね、はい、その業者との対応の仕方とか分かっていれば、うん、苦労はしますね。そうですね、これからの糧になるので、そこは頑張ります。こういう、まあ、すごいいろいろとイラスト関係もうアクティブに活動されているということでぜひなんかイラストとかのお仕事とかしたい方、お仕事依頼とかしたい方はぜひ熊代さんのインスタ、はい、インスタに DM で来てもらえれば大丈夫ですか。もちろんです。ぜひどんどん来てください。クオリティは多分もう本当に文句なしで、ぜひよかったらお仕事依頼で、はい、お願いします。ということで、まあ今まで活動について聞いたんで、ちょっと僕個人からのフリートークを、はい、気になる点いきたいと思います。はい、実は俺先ほど打ち合わせしてた時に熊代さんってスタバで働いてる。そうなんですよ、バイト始めて、はい、そうなんです。大学生といえば、はい、もう片手にスタバ持ってますからね。そうですよね、やっぱりみんななんか持ってますからね。はい、大学にあるので確かに筑波大学にはその学内にスタバがあるんですよね、はい、そう、多分知ってる人いっぱいいると思うんですけど、本当に珍しいですよね。でも大学内にスタバ、そうですね、あんまないって聞きますし、うん、まあ、なんか困ったらインスタのストーリーにはスタバポーンってキラキラ大学生ですね、はい、キラ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 。ここで俺が気になった点なんですけど、はい、スタバ店員からして一番コスパいいなと か、 なんか一番おすすめなメニューカスタムあります？そうですか、結構これ気になってると思うんですよね、みんな。うーん、いや個性出るんですよこれ。あ、そうなんですか。店員さんによって個性出るんですけど、私は王道のキャラメルマキアートのカスタムで、なんです、まあ、キャラメルマキアート、要はスチームされたミルクにショットが追加されてる、エスプレッソショットが追加されてるだけなんですけど、その上にかかってるキャラメルソースと中に入ってるシロップって無料で増量することができるんです。無料で？無料なんです。あ、増量だけは無料なんです。そうなんです、そうなんです。なので私はめちゃくちゃ甘党なので。あ、甘党っぽい。甘党です。めっちゃ甘党っぽい。めっちゃ甘い大好き、はい、なのでそうですね、上のキャラメルソース多めで、うん、で下のその中に入ってるキャラメルシロップ多めでお願いしますって言っていつも頼んでますね。それがおすすめと。おすすめです。もう秋なので、秋あったかいのでキャラメルマキアートぜひ飲んでくださいぜひ。美味しい。俺もちょっと今度筑波大学のスタバに行って見てください。飲んでこようと思います。はい、キャラメルマキアートのキャラメルソースと、はい、シロップ多めで、マシマシで、マシマシ、マシマシだったらちょっとラーメン屋っぽくなっちゃった。ラーメン屋じゃなかったらスタバですね。多めにと店員さんに言って、ぜひください。甘党になってきます。なってください。はい、なるほど。はい、じゃあスタバ店員で働いてるのめっちゃ話なんか絶対順番逆だなって思ったんですけど、はい、趣味とか、趣味、休みの日とかしてることって何ですか？海の日にしてることですか。そうですね、私普段はゲームをするのが好きで。意外めっちゃ意外だそうなんですよ、うん、去年にスイッチを買ったんですけど、はいはいはい、それでゼルダとあとあれですね、キングダムハーツと、はい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 、あとアツモリと、はいはい、あとポケモン、そうですね、 X の方入れ、はいはいはい、あ、違う X じゃない、すいません、スカーレット、ヴァイオレットのヴァイオレットの方入れてやってるんですけど、どれもちゃんと攻略せずに平行線で進めてるので、タヌキチに借金が返せないローンは組みっぱなしだし、タヌキチに借金しまくってる。そうですね、やばい。他のゲームも まずい。そうですね、市民たちを助けぬまま、やばい、やばい
どこの世界線もカオスですね今。はい、ダメな、めっちゃ世界線放置してます、ね、放置しますね。早く救ってあげてください。救います、救います。ゲームの方にもね、はい、力入れていただいて、はい、やっちゃいます、はいはい、ということで、なんか意外にも趣味がゲームという。大好きです。あれですね、じゃあ本当に多趣味なんですね。はい、もういろんなことに手出してますね、うん、気になったことは、うん、そうっす、これもそんな感じですからねはい、じゃあまあここら辺でフリートークも終わりにして、はい、定番のコーナーいきますか、はい、ここまで見てる人何人いるかな、見てるかな、みんな見てるかな、はい、定番のコーナーわかるかなはい、ということで入ります、くどいね、ではマイジェネクイズのコーナーです。このコーナーではゲストの方にゲスト自身に関する問題を1問用意していただいて、我々キャスターと視聴者と一緒に考えていこうというコーナーです。ではお願いします。はい、じゃあクイズです。はい、私が普段イラストを描くのに使っているソフトは何でしょうか。イラストソフト、はい、イラストソフトです。スマシロさんが使っているイラストソフトを答えよう。そうですゲーセンだよね。ゲーセンです。ゲーセンつうことはイラストレーター。違うんですよ。違う、はい、なんだろう。 有料ですか。有料です。課金してます。バチバチに。アイビスペイントの有料版。いや違うんですよ。いや、なんだろう、俺それぐらいしか知らないな。あとメディペンの有料版。違う違う、わかんねえじゃんちょっとマイナーなんですよね。ちょっとマイナー、はい、マイナーなイラスト、わかんねえ。ないですか。いやでもゲーセンの人ならわかるんですかね。人によっては知ってるって感じなんですけど。人によっては。え、結構使ってる人います、ゲーセンで。私が布教してます。もうこれおすすめだよって言って、はい。なるほど、じゃああれなんです、教祖なんですね。その教祖です、教祖ですなるほど、布教主です。逆に気になってきたじゃあ答え聞いてもよろしいでしょうか。はい、プロクリエイトっていうアプリになります。プロクリエイト、はい、はい。え、そのイラストのソフトのどこがおすすめなんですか。うん、おすすめはあれなんですよ、そのブラシっていろいろあるじゃないです か。例えばクリスタとかだと漫画を描くのに適したブラシが多いんですけど、はい、プロクリエイトはどっちかっていうと油絵だったり水彩画だったり、うん、そういうちょっとアナログテイストなブラシがとても多いのと、うん、あとそのブラシを自分ですごく簡単に作れるんですね。そう、なんかこう自分でブラシをカスタマイズして、それこそスタンプのように使うブラシだったりが作れるのもいいですし、何より自分で適当にサラサラっと描いたイラストでもちょっとスケッチみたいなテイストにできるのが本当におすすめです。本当におすすめです。じゃあすごい使ってみたくなりました。ぜひ使ってください。あ、いくら？今の値段がちゃんと分かってないんですけど、多分1200円ぐらいですね。それ買い切りですか。買い切りなんです。買い切りなんですね。いや、結構じゃあ、お得って安いです。もう安いですね。もう、もともと私が買ったのが4年前ぐらいなんですけど。4年前？はい。4年前ぐらいの時は900円、もっと低かったかもしれないです。でも、だんだん人気になってきて、周りが人気になってきたので、そのプロクリエイト、だんだん値段が上がってるんですよ。どんどんバレ始めたんですね。バレ始めちゃって。実はめっちゃ使えるなって。そう、簡単に使えちゃって。どん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 、知名度が広がってて。はい。はい、結構じゃあ世界的に有名なやつなんですか。そうですね、なんか日本っていうよりはどちらかというとその海外の人たちがたくさん使ってるってイメージです。あ、なるほど、はい、じゃあぜひそのソフト探して困ってる人はね、プロクリエイト、多分概要欄にもちょっとちらっと載せておきます。ぜひ、俺もちょっと気になってるんで。めちゃくちゃ使いやすいので、うん、ぜひ使ってください。はい、ではマイジェネクイズのコーナーでした。では次のコーナーに移りたいと思います。はい、次のコーナーはマイジェネワードのコーナーです。はい、このコーナーではゲストが胸に刻んでいる言葉や視聴者に伝えたい言葉を1枚の紙にまとめていただいて、それを発表してもらおうというコーナーです。では真城さんお願いします。はい、はい、ということで今回はかなりほんわかしたトークの回になりましたね。本当になんか前回のヒーローアクション前回の井上さんはかなり結構カオスな回だったんですよ。最初からもううちらもめっちゃ遊戯をしてましたから、遊戯をしてていきなり始まるっていうのがちょっとカオスな展開だったんで、今回はねおしとやかに終わらせようということで、僕はちょっと今おとなしめになってます。前回見たくね、なんかギャーギャーって言ってたらね、
ゲストの方をビビらしちゃうんで。ということで、はい、書けたようです。では発表をお願いします。はい、はい、私のマイジェネワードはやりたいことをやめ止めるなです。止めるな、やりたいことを止めるな、止めるなです。はい、これには心は、それは私ずっとそのイラストを趣味で今やらせていただいてて、今回も取り上げさせていただいてるんですけど、そうですね、初めにその今のインスタのフォロワー数になるまで活動するにあたって、割と親からはあまりいい目をされなかったんですよ。え、そのイラスト系の道に進むっていうのがあんまりいい目されなかった、はい、そうですね、割と親は堅実な、どちらかというと堅実なタイプなので、なんだろう、こうデザイン系でも建築の方に行った方が将来があるしって形で言われたんですけど、でも私はすごく絵を描くのが好きだったので、親に内緒で SNS で、そうなんです、今のその SNS の活動を始めて、でそれでその受験が始まって、あの受験の勉強が始まって、それでその時も SNS 続けてたんですけど、その過程で、あの芸術の方面に行きたいんだって話を親にそのフォロワー数と一緒に提示して、こう私はあの今これだけ SNS で活動していて、でこっちの道に進みたいから、芸術のイラストをもっと深めていきたいから、あの筑波のゲーセンに行きたいんだって話して説得して今に至ります。実力でねじ伏せたんです。そうです、こんだけフォロワー2万人もいるんだから、そうちょっと俺にも芸術の道行かせてくれよと、そうちょっとは希望があるんだぞと。なんか雰囲気お嬢様なんですけど、うちに秘めるものは熱いですね。ファッションで生きてます。うわあ、いいですね。絶対将来成功します。頑張ります。はい。が言うのもあれですけど、本当にマジで素晴らしい方で、ぜひお仕事とか依頼して、ね、お話とかしてみるとめちゃくちゃ面白いです。ぜひ。うん、お仕事、はい。本当に概要欄とかにインスタのアカウントとか SNS のアカウントは貼っとくので、お仕事依頼したいなって思った方は。サークルのポスターとか、お子様だったらこういうイラストお願いしたいなと思ったら、ぜひ彼女の皆さん SNS アカウントに DM で送ってもらえる対応、はい、そうです、あのいつでも来てください、はい、お待ちしてます。はい、ではすごい今日は最後にすごい熱い思いを語ってもらったんですけど、はい、今回の放送を終わりたいと思います。はい、はい、以上で今週の金曜日のマイジェネ放送終わります。ではありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。